はい、どうも、関です。今日はですね、ちょっと嬉しい出来事があったんですね。まあ、蒲田院の方にですね、2ヶ月ほど通ってくれている、まあ、おばあちゃん、102歳のおばあちゃんがいるんですけどね、まあ、その方の症状が改善したんですね。まあ、例えば亡くなったご家族が生きているとかね、まあ、そういった何度も言っていた被害妄想がね、ほぼなくなったりとか、あとは補聴器をつけていてもね、ほぼ聞こえないような状態だったんですけど、まあ、耳元でメガホンとかね、大声で言わないと聞こえない、そんなレベルだったのが、まあ、普通の声量で話しかけてもね、まあ、聞こえるようになったと。で、その結果自分でね、積極的に行動するようになったという、まあ、102歳の方がいるんですね。で、この方僕も覚えてましてですね、体験会でね、こう初めてお会いした時、まあ、覚えてるんですけど、結構大きい声で話しかけないと、まあ、聞こえない、まあ、なんかぼーっとしたような感じもあったなっていうのが、まあ、ちょっと記憶としてあるんですね。まあ、そこから先は現場のプレイヤーさんでですね、アプローチさせてもらったんですけども、まあ、その方曰く全身かなりカチカチ。で、その体をほぐすためのアプローチをして、血流をね、アップさせた結果、まあ、集中力積極性がついてきて、改善したんじゃないかっていう、そういうお話だったんです。これをついこの間聞かせてもらってて。まあ、確かに集中力がないとね、こういう人の話って聞いてられないですよね。まあ、仮にね、耳がちゃんとしている人だとしてもですね、ぼーっとしてたら頭に入ってこないし、まあ、耳が聞こえないと余計そうですよね。まあ、血流がね、それで上がると脳も元気になってくるし、で、脳が元気になってきて集中力がついてきて、で、結果積極的に取り組もうとする。で、目の前のことに積極的に取り組もうとすると余計に集中、目の前のことに集中するっていう、まあ、このね、いい循環が生まれるんですね。まあ、だからシンプルなんですけど、目の前のことに自分で取り組ませてあげるっていうのはすごい大切なんです。もちろんその人の体の状態とかを考えて、まあ、補助をしたりね、アプローチをするっていうのも、まあ、最初の段階では必要なことももちろんあるんですけど、あくまでそれは補助程度で、はい。一番いいのは本人をきちんと巻き込んで、本人に主体的にさせるっていうのがすごくいいということですね。あなたのね、目の前にいるお母さん、まあね、もしかしたら何でもやってあげたりとか、そんな風にしてませんかね。まあ、それはね、優しいんかもしれないんですけど、お母さんの改善にとっては逆に良くないことになってしまってるかもしれないんで、やっぱりほどほどがいいのかなというふうに思いました。まあ、今回のね、例を挙げて動画で喋らせてもらった次第です。はい。今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。まあ、内容がいいねと思ったら、いいねボタンをぜひ押してください。チャンネル登録も必須でお願いしたいなと思っております。ではまた動画更新しますんで、それまで、さよなら。